Mad Cafe Garden presents Sticky Style。時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンキロです。皆さんいかがお過ごしですか？素敵スタイル始まりました。今日はスペシャルインタビューを早速ご紹介しようと思うんですけれども、なんと私が憧れて大好きでなぜか夢のバンドも組んじゃったことのあるシンガーソングライターの新井明乃さんです。それでは聞いてください、どうぞ。はい、ということでマグカフェアットガーデン素敵スタイル、今日のゲストはシンガーソングライターの新井明乃さんです。よろしくお願いします。お願いします。やば、めっちゃ久しぶり、ね、久しぶり。どれぐらいぶりですかね？7年、ね、ね、そのぐらいぶりで、その節はお元気そうです。私もいつも SNS ではね、チラチラ ね、お互いにね見てるんですけどそんな新井明乃さんですけれども、私と新井明乃さんのなんでそんな知り合いなのっていうと何ですかね。ライブ見に来てくれたよね。そうなんですよ、うん、一番最初岩戸隆さんって言って、私の音楽をプロデュースしてくださる方連れて、うん、新井さんに、ライブに見に行った、新井明乃さんのライブ見に行った時に、うん、入り口で挨拶できるよみたいな話になって、ちょうど私がビクターから出た時で、うんうんうん、でご挨拶したら明乃さんとほがりさんのみたいな、何でしたっけ、ほがりさんと岩戸さんが、うん、あ、そうそう、ほがりくんと岩戸さんが昔一緒に何かやってたことで、なんかこれも何かのご縁みたいな感じで4人でバンド、ね、それがルルシャポーでしたね。ルルシャポーやってでね、あの時に何だっけな、うん、それと沖縄であれですよ、ちょっとつながりがあるのが、うん、確かね明乃さんが沖縄でライブをされたんですよ、うん、そこに私確か友達と一緒に見に行って、うんうん、でそれでルルシャポ本当にやりますよねみたいな、なんかこう確認を取りに行っていいんですよね、沖縄で沖縄の来てライブ身がてら確認してみたいなそれでビクターで段取りをした覚えがありますね。ね、おかげで韓国ソウルレコーディングで来て、本当本当韓国でレコーディング、ヒロちゃんのおかげで、いやいや、あれは楽しかったね。楽しかったですね、うん、あれどんなレコーディングだったかっていうと、そのアルバムのレコーディングをその岩戸さんのスタジオでもできたんだけど、うんうんね、なんか集中してやりたいんだよって岩戸さんからなんか言われ、うんうん、でもその時確か岩戸さんがエグザイルのテレビの対応、うん、エンジニアをやってて、うん、毎週バイク便が来るから国内は辛いみたいになってじゃあバイク便が来ないとこ行きますかねっつって本当に言ってみたら韓国がねどうにかなったっていう ね、そうそう、楽しかった。4人でね韓国行って行きました、レコーディングした、ね、それがご縁で CD も同じものがね、ルルシャポーのアルバムは韓国からも出てるんですよね。あ、そっか。そうなんです。そっかそっか。なんか韓国語が一切わからなくて、駅名さえも読めなかったですよね。そうで、私その短期間のうちになんか一応読めるようになったんです。そうそうそう。何でしたっけ、あれですよ。その一緒にスタジオについてくれたスタッフさんと一緒に、うん、秋野さんはどん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 韓国語を覚えて。覚えないと生きていけないと思ってあ、そういうことだったんですよ。なんか読めるようになってましたよね。読めるようになったし、ちょっと右に曲がってくださいが言えるようになった。そうそう、あれ私もそれだけ覚えてる。ウォーレンチョクロ合成用ですよすごい覚えてる。ウォーレンチョクっていうのが右かなんかでなんか曲がれみたいな。そうそう、なんかそれもうすっかりもう私一切もう何も覚えてないんだけど、なんかそれで全部通したよね。通しました。しかも本当にタクシー乗ってそれ言ったらちょっと分かった風でしたよね、うん、あの時なんかね。スタジオのエンジニアの男の子にもそのウォーレンチョクロ合成用のみで会話したそうだ、全部こんなイントネーションとこんな右に曲がってください、右に曲がってくださいっていう、そういうそうそう、全部その右に曲がってくださいで通したよね。ありました、ありました。コーヒー飲みたいですか、右に曲がってくださいそうそう、わかりましたって意外と通じるんだなって思いました。結局言語はあんま関係ないな、人間同士通じるものがある
でそれがビクターからアルバム出たこともあって、あれっても結局あれですよ、確か韓国ドラマに使われたんですよ本当に、うん、あの大丈夫愛だっていう知らな韓国ドラマにあのエブリワンハズアリトルスターが使われて、それで向こうでは何このこれ日本人なんだみたいな当時書き込みがされてたみたいです。私も全然知らなかったんですさすがキロちゃん、ちょっと頑張って。でも1年半後に知りました。うん、いやそれはそんな広がりがあったなんてすごいね。あったみたいです何かやってみるべきだね。そうですね、なんつってそんな秋野さんとは、そんなあとはあれですね、リリオダグアやりましたよ。やりましたよ、頑張りましたよ。あの頃お洋服屋さん、音楽とはねあまり関係なかったけど、あの私のね衣装を作ってくれてるえみちゃんがね、うん、そうそう、ちょうどなんかリメイクね当時、うん、T シャツと、私家にありますよ、お洋服もカバンもあります、うん、なんかあのキロちゃんが大人店長で私が一応店長みたいな、秋野店長、子供とは言わないけど秋野店長でした。でキロちゃんは大人店長で、本当にねいろいろ整えてくれてね、ウェブのこととか。そう、懐かしいです。あれです、ね、なんかカフェの端隣にあるね、うん、スペースでね、スペースでね、こうなんでポップアップショップみたいなのやったりね。やりました、やりました、楽しかったですね。楽しかったですね。でそれが高じてか今やもう秋野さんはあれですよね、自分のファンクラブでは自分の手作りをあの頃ぐらいからじゃないですか、売るというか渡すというか、あの作った あの頃、あでも大したものはやってなかったね。あのちょっとした編んだものをここにつけるとか、うん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 、そういうことぐらいしかやってなかった。なんかその当時はまあ本当に全然、そうあれから進化していった感じがすごい私の中では。あ、そっか、見てて遠くからなんかこう布石が、あ、そうそうそうそんな新井明乃さんと今日はいろんなお話を聞いていければと思うんですが何者みたいな、そうそうそう、そもそもね、そうかなと思うこの人誰ですか、そうそうそう、こんなペラペラ話なんですがじゃあその明乃さんどんな人なのっていうのだと、みんなが知ってるとこだとあれですかね、キレイ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 、あれはどの部分、うん、あれが秋野さんなんですが、あれを歌ってるわけじゃなくて、そう歌ったことはないんだけど、あの音階を作ったのは私、作曲作曲作曲というほどのものでは、それならわかるよみんな、すごい、うん、すごいな。なんかあのデモを作るのに協力してて、うん、なんか最初綺麗綺麗とか、うんうん、きれいきれいみたいな、なんかいろいろあの譜面書いてあって歌ってて、でそのプロデューサーの人が秋野さんなんかないって言われて、きれいきれいですかねって言ったら、それがいいってなってすごい、その場でずっとねそれがいいんじゃないかなって他の歌いながら思ってて、でもそれがなくて出した、すごい出してみた。今でも使ってるもんね、綺麗綺麗といえばあれですからね、うん、そうだね、本当それが一番有名ないやいやいや、シンガーソングライターなんで一応私も歌も歌ってるんですけどそれだと私が好きなのだと、あのマクロスプラスのあれですね、歌姫っていうか、必ずマクロスってね女性の歌を歌うみたいなシーンが結構出てくる中で、うん、マクロスプラスは本当にすごい雰囲気のところでボイシスがかかるという、ボイシス出してもらって、あれはすごい印象的で、地球の果てまで届いたよあの曲はそうですよね、向こうの人たち、向こうから見たらこっちが果てです、果てなんだけど、あのチリまで歌いに行った南米の、本当に逆、真逆ですね、そうそうそう、やっぱみんな知ってる、そう、なんかリハーサルやってて帰ろうとしたらボイシス歌ってくれって現地のスタッフの人に言われて歌ったリハーサルで、まあ、あれほぼほぼアカペラみたいなもんですけど、うん、やったんだ、すごいな。あとはみんなが知ってるとこだとゲド戦記、うん、ゲド戦記のエンディングを、はいはい、あのホガリ君というあの私がいつも一緒に音楽やってる人と共作で作って、曲の方ですね、作曲です、で手島葵さんが歌ってらっしゃると、うん、デビューされたのが1986年でと、はい、もう大ベテランじゃないですか、もうね、参った。
どうだ、参ったか。参りました。もう絶対追い越せないもんだそりゃそうだよ私がやってる以上は。そう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 、うん、じゃあそんな明菜さんはどんな人かっていうのをちょっとこの後いろいろお伺いしたいんですが、その前に、一曲曲紹介をしたいと思うんですが、はい、明菜さん曲紹介お願いできますか。どんな曲を、はい、最新アルバム、最新アルバムミツバチの羽音から一曲、ドリームドリームです。茨に埋もれ
聞きいただいたのは新井明乃でドリームドリームでした。でした。ここだ、うん、まずあれじゃないですか、最近の最新お仕事があるじゃないですか。あ、最新のお仕事、あのあれ牧野由依さんのアルバムに曲を1曲作詞作曲、それちょっと聞きたい。タイトルがテイルオブブルー、その曲のタイトルがね、うんうんうん、これどんな曲なんですか。ちょっとねやっぱ私っぽいというか、うんうん、ファンタジー系の曲です。あ、うん、作詞はどんな時にこの今回のはできたの。今回のはあの牧野由依さんとお話しして、なんかあの私夜が好きなんですっていうことで、うんうん、でどっちかっていうと夜明けを待っている夜ではなく、夜明けが来てほしくないっていう夜なんだって話を聞いて、うん、その自分だけ置いていかれる、世間には朝が来てしまうのに自分は夜にいたいっていう、その感覚をもとに作りました。かっこいい。いいな。そしてお話、じゃあちゃんと牧野さん歌い手さんの、うん、感じも出てるんですね、うん、アルバムのタイトルがあなたと私をつなぐものだったと思う、うん、そうか、 だからかじゃあちょうど夜とかも含めて合いそう、すごく、うん、へえ。そんな明乃さん、 どうしてどのように音楽の道に来たんですか、ね、なんかこうあれですか、もうなりたいみたいななんかね、あのデビューした頃っていうのは音楽で仕事をしていくんだみたいな意識がほぼゼロで、あの本当に周りの方にはご迷惑をおかけしながらそうね、そう、なんかもうな、福岡にちょうど、うん、たまたま行ってて、はい、母がいたんだけど、うん、で、あの周りみんな音楽やってて、あ、そうなんですね。そう、20歳ぐらいの時に行ったんだけど、周りの人たちがみんな楽器持ってて、で自然にこう、それまでもねずっと小さい頃から曲は作ってたので。え、いくつぐらいから作ってたんですか。8歳の時から。わー、8歳。え、それは自分一人でですか。あ、なんか一つ年下のナナちゃんっていう友達がいて、ナナちゃんで、ナナちゃんの弟と私の弟といつも4人で遊んでて、で今夜妖怪パーティーしようってことになって、はい、その鬼太郎がすごく流行ってた時期なのね、うん、それでナナちゃんがあの7歳、当時7歳だったんだけど、妖怪ゴーゴーお化けも仲間っていう歌詞を書いたわけで、秋野ちゃん夜までに曲つけといてって言われて、それ発注じゃん。発注だそこから私の作家人生が始まる普通自分で作詞作曲して歌うのが始まりはよく聞きますけど8歳に発注を受けた、発注受けた、秋野さんいいね、妖怪ゴーゴー、妖怪ゴーゴーが始まり でそれからまあ日記みたいに曲毎日作って、へー、うん、え、じゃあさっきあれはデビュー当時はあんまりその、うん、いわゆるなんて言えばいいんだ、あの私歌で食ってくぜみたいな感じじゃなかったっておっしゃったけど、もう本当日記みたいなもんだったから、歌うことが、だからそれを人に聞かれるっていうことが意味がわからない日記って人に見せないじゃん。見せないです。だからそれをこう人に聞かれる、それでお金をいただく意味がわからないみたいな、くっついてないその辺の会話。そうそうそう、でもうあの混乱したままデビューしてしまったので。へえ、デビューの知らせ、要はちょっとあなた東京に来ませんかみたいな話があったわけですよね。その時あれ普通ご家族とかが反対とかするんですか。そう、それがあのだから私はなんか、デビューですか、ふーんみたいな感じで、あの、まあ、とにかくその福岡が大好きで、東京生まれ東京育ちで、あの福岡に行った時になんていい土地なんだと思って、大好きだったから離れたくなかったし、母がいたのでお母さんの近くにいたかったし、なんかこう無視、言ってみれば無視してたそれをあの母がもうあなた考えてもごらんなさいって、
音楽以外何もできないじゃないのと。あれ行ってきなさいっていうことで追い出されるようにして泣く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 福岡に行ったらいいなと思ったのに、そうずっと言おうと思ってたらダメなのね、ダメだったんだみたいな。東京戻ってきて、うん、じゃあ一人暮らしですか。まあ、もちろん一人暮らしで。そう、どうしてだからライブとか人が来てくださるんだけれども、はい、どうして来たんですかなんでっていう気持ちが強い歌えって言われるから歌うんだけど、まあ意味が分かってないから、まあ、本当に申し訳ない。本当にいろいろ申し訳ないことがたくさんありました。若いな、すごいな。お仕事だって思ったのはいつぐらいから結構最近かもしれないですね。大人になった。あわあわあわ。でそう、なんかまあだからうまくいくわけない、そんな状態なので、うん、まあ1年で事務所もレコード会社とも契約を解除して、うんうん、フリーになって、うんうん、でどうしようみたいな思ってるうちにいろいろお仕事をいただいて。すごいな。なんかやっぱり歌うの好きだなってその時思ったり、うん、あとは自分が好きなやりたい曲、やりたい音楽っていうものを徐々に見つけ始めた。このそういうお仕事でやってたの一回やめて、何がやりたいみたいな立ち戻った時に、ちょっとなんかあこういうのかな、こういうのかなみたいなでやりだしたり、まあ、スタジオの仕事っていうのは、まあ、コーラスの仕事とか、はい、仮歌の仮歌って言っても分かんないだろうけどなんかいろいろお仕事があって、うん、その音楽で、まあ、ご飯は食べれたんだけれども、まあきっかけとしては僕の地球を守ってっていうコミックがあって、はい、そのイメージアルバムを作るっていうことで話をもらって、うんうん、1曲1曲歌をやらせてもらって。持ってますと、アルバムあります、あります。イメージアルバムだから、うん、アニメではかかってないんですね。アニメではなく、そうコミックのイメージアルバムで、その僕の地球を守ってっていう作品がすごく面白くて、うんうん、パッと曲ができたの。でそれを気に入っていただけて、でだから久しぶりにスタジオに入ってマイクの前に立って、そのきちんとこうアレンジしてもらってて、もうあとは歌うだけどうぞっていう状態になってて、もうそれがなんとありがたいことだろうっていう気持ちになったのね。その時もう初めて歌う場があるっていうことがなんかこんなに嬉しいことなんだっていうのをすごい感じて、初めて生まれて初めて謙虚っていう、いや若さ、今までは若さと勢いだったんですよ。生まれて初めて謙虚になるっていうことを知って、で歌った歌だったので。そうなんですね、うん、なんかそこからだよね。なんかこう自分の世界観で曲を作ってもお仕事になるんだとか、なんか、うん、うん、そうですね。そうですね、確かにその言われたことをやるというのと自分がやりたいことをやるっていうのはちょっと違いますもん ね、うん、ね。三日月のしんどいですか。あ、ムーンライトアンセムっていう曲。あ、ムーンライトアンセム、うん、ありがとうございます。みんなちゃんと聞いてね。私のアルバムの空の森に入ってるんで、皆さん聞いてみてください。そうだ、ビクターから出てます、ね、ビクターから。ありがとうございます。じゃあちょっと続きも聞きたいんですが、そろそろ番組もこのコーナーもちょっと終盤にかかってしまったので、よかったらちょっと告知の方をお願いできますか。はい、あ、じゃあそのアルバムが出ていますということで、これね、これこれぜひぜひってよかったら聞いてほしいです。とあと12月18日にフィンブルの冬っていうライブをします。フィンブルの冬、これ東京で、東京渋谷のプレジャープレジャーでやります。
詳しくは新井明乃さんのホームページとかツイッターとか、はい、インスタグラムいろいろやられてますので、ぜひフォローしていただければと思います。お願いします。はい、ということで明乃さんには来週もちょっとお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。エンディングです。実はですね、この度私の趣味のスケッチが高じて Amazon でカレンダーを発売しました。拍手。マグカフェアットガーデンで Amazon で検索していろはいろは、ぜひ探してみてください。ということで、また来週お会いしましょうね。マグカフェアットガーデンのキロでした。